アルファで始める動画撮影の基礎知識。今回はクリエイティブスタイルについて解説していきます。同じ被写体であっても色合いや明るさ、コントラストなど様々な要素の組み合わせで作品の印象は変わります。これらの要素を簡単に設定できる機能がクリエイティブスタイルです。スマートフォンの写真フィルターを使うように手軽にイメージを変えて撮影することができます。様々なシーンに幅広く対応できるスタンダード。彩度とコントラストが高く被写体を印象的に表現するビビッド。肌の質感を柔らかく表現し自然な色合いで再現するポートレート。モノトーンでの撮影も簡単に行える白黒など、このように複数のスタイルがあらかじめカメラにセットされていますので、お好みのテーマを選んでイメージに合った絵作りをお楽しみください。